今日は2015年6月3日です。もう午後1時今46分ですかね。午前中は雨が降ってましたし、今日は皮膚科の予約が入ってたんで、午後にはやむって聞いてましたんで、今ぐらいまだパラパラ降ってますが、これならギターが弾けるだろうということで、まあ、これからこういうふうな時間は天気応変に選びながらやっていきます。朝日新聞の一面には、ドローンに関する規制を法律で決めようということで、空港の近くとか人間が人家の密集してるところで飛ばしちゃダメだとか、夜は飛ばしちゃダメだとかね、まあ、そんなことが規制の対象になりそうだという話ですわね。まあ、安全な 業者に関しては、まあ、認めようという話があるんですけども、今宅配をドローンでやろうという話がありますしね。でドローンとは何かで、この3面に書いてあるんですけども、工場上人が乗れない 小型無人機って書いてあるんですけどね。しかしこれは私は今ドローンというのは人は、まあ、乗ろうとしないから乗れないだけであって、簡単に人が乗れるようにできますので、パワーが強くすればいいだけの話ですよ。もうすでに20キロとか30キロとかもう物を持ち上げてますから、もうちょっと強くするだけで人を持ち上げる力ができるし、自分で、操縦するのか他人が操縦するのか分かりませんけど、どっちにしたって人間がそれに乗るということはパワーだけの問題ですよね。もちろん安全性は問題になりますけれども、絶対安全であるんだったらば、私は子供の保育園での送り迎えをドローンでしたらどうなんだという話を、まあ、私の息子と冗談で話したんですけど、まあ、そういうことすら不可能ではない。まあ今の信頼性では自分の子供をこのドローンでぶら下げて保育園に運ぶなんてことはやるつもりはないですけども、まあ、しかし可能だということですよね。人間が乗ることもできるし、ということであれば、今までは個人がヘリコプターを持って空を飛んで何かするなんてことは、まあ、よほどの金持ちでしなきゃできなかったんですけども、このドローンというものができたことによって、人が空を飛んで移動するということが可能になる。で、事故が起きたらどうするんだ、どうするんだということの議論しかしてないんですけども、私はまず考えなければいけないのはテロだとずっと言ってるわけですよ。このドローンだけでも盗撮とかではなくて、これに爆弾を積んで突っ込んだり、これに機関銃を乗せて、人がいっぱい集まってるところで撃ちまくったり、まあ、すぐできるわけですよね。でもそれみんな分かってるはずなのに、その話をすると怖いから話をしたがらない。一番したがらないのが原発ですよね。原発に対してテロを簡単に誰でも仕掛けることができるようになる。議論をしたくないがゆえに、なるべく話題に上がらないように、皆さん心得てマスコミにしても知識人にしてもこのことを話題にしないようにして防ぎきれないですよね。そして原発に関して言えば、こんなは小規模のものではなくて、北朝鮮とかイスラム国とかもっとパワーのある人間や集団がパワーのある武器を使って原発に爆弾を撃ち込んだらどうなるかという話ですわね。福島原発事故の類じゃないですよね。ぶっ飛んじゃうわけですから。日本中が放射能で汚染されて、福島県どころじゃない、日本中が人が住めない島になってしまう。そのことをなるべく話題にしたくない。分かっていながら話題にしたくないというのが現状だということを皆さん知ってる
するでしょうな。原発反対の訴訟を起こしている人たちもこのことを指摘してなぜか追及しないというのが私にはわからないけれども、理由がわかる人がいたら教えてください。今日はモーツァルトの魔笛の主題の変奏の最後のコーダですね。コーダというのは曲の最後にくっついているのを言うんですけれども、ちょっと長いですが24小節ぐらいあるのかな、分けずにやってみますかね。
く失敗するのがこの最初の、ミとし、ソノアを、これが8分音符で書いてあって、そして次の低音のミから音階で上がっていくんですけども、そこが16分音符で書いてあるので、ここが長いと思って低い人がいますけど、これは嘘ですね。これ全部16分音符で3テンポなので、この後すぐにこの3テンポのタイミングで開放弦を弾かなければいけないです。そして次はスラー両方出すんですね。出さなくてもいいと思うんですけども、まあ、プロの演奏を聴いていてもこれ同じように、さっきと同じでやっていくというのが、これはこの本にはこうやってる人もいますね。でこれもこっちの方が多分スピードは出しやすいんでしょうけども、うっかりするとスラーの音が出ない。今失敗だね。というふうに言っています。うまくないですね。もうちょっと練習してきれいに弾きたいんですけど、もう一回一応弾いておきます。Thank you.